アンジュルムの竹内あかりです。2018年はハロープロジェクトの誕生から20周年のアニバーサリーです。このコーナーではハロープロジェクトの現役メンバー OG メンバーが様々な組み合わせで登場し、複数回にわたってスペシャルな座談会をお届けします。さて今回はこちらのお二人に来ていただきました。船木結です。よろしくお願いします。田中玲奈です。よろしくお願いします。さてこの3人にはですね、ある共通点があるんですけども、最初なんかこの2人と喋るよって言われた時、なんでって思った。本当ですよね、だってな、むすぶちゃんはもう初めての絡みというか、初めて目も合わす今日。そうです。そう、初めて喋るよね、はい、今日。そうですね、だから初めて会ったかも。それは嘘？あの何度かお会いしたことあるんですけど、ご挨拶程度だったんですけど、そう、会話をするのは今日初めてで、はい、あかりちゃんは何度かね、なんかこうラジオとかなんか番組ね、一瞬喋ったりとかしたことあったけど、実はですね、あのこの3人はですね、グループでの活動とは別に、ソロでレギュラーの仕事の経験があるメンバーということで、そこの共通点があるみたいな。なるほど、はい、そういう共通点があったみたいな。じゃあ今日はそれでお話ししていこうってこと？そういうことでございます。じゃあ回してもらって今日。もう本当に頑張ります。私竹内あかりはですね、あのラジオ日本で60トライブというラジオのレギュラーをやっております。うん、はい。私船木むすぶはテレビ東京のおはスタという番組でオファーガールとして出演させていただいています。私はあのハロープロジェクト時代だった時代は、何だったっけな、結構いろいろあって、まあ、ラジオで言うと、ファイブスターズっていう、なんかこう、それが初め、本当に初めてのラジオやったかな。それと、あとなんか、レイナタイムって言って、まあ、タイムマシーンさん、はい、タイムシー3号さんと一緒にこうやったりとか、あとなんかまあ、映画とか、なんかちょいちょい声優とか、なんかそういうのでさせてもらってました。こうしてまあじっくりお話しする機会も意外と少ないので、はい、いろんな角度からお話ししていきたいなと思います。はい、それではですね、こちらに番組が用意したトークのお題がたくさんありますので、はい、それをちょっとまあ何が当たるかわからないようにシャッフルしてはい、いきたいと思います。はい、はい、こんなんでいいですかね。はい、じゃあ私からめくりたいと思います。まずはこれいきます。じゃん。初めてソロでの仕事の思い出です。初めてのソロでの、ほー、初めてソロ、何やった？私はバラエティ番組に出させていただいたのが一番最初で、で本当に緊張しすぎて、その日はなんかご飯とか飲み物もあんまり喉に通らなくて、もう本当に大変でした。でしかも生放送だったので、あ、そうなのか、もう本当にビクビクしてましたね。もう汗が止まらなくて。あ、でも分かるよ、手汗とかかくよね。そう、手汗だからフリップとかでこうなんかかかなきゃいけないんですけど、もうツルツルしちゃって全然かけなくてすごい大変でしたね。あとは司会の方ずっと見て来いみたいな、振ってみたいな、来いと。でもそれができたらね、初めての仕事で。でも本当に緊張しましたね。もう緊張するよね。はい、初めてのオハスタの出演の時に、あ、じゃあオハスタがもう初めて。そうですね、もう一人っていうのは本当に初めてで、その時はあのやっぱ生放送なんで時刻を言うんですよ。でその時刻が、私はちょっと緊張してしまって、急に何時か分かんなくなってしまったんですよ。そこで7時、本当は、まあ、25分とか27分とかなんですけど、間違えて7時5分って言っちゃって、それが番組が開始する時間なんですよ。ありえないんですよ、その時間。なのに1回目に言ってしまって、もうすごいショックな思い出だったんですけど。え、どうなったその現場、フォローしてもらった？あの周りの優しい共演者の方が何分何分ってこう誓いでくださったんですけど、もうその時はもう終わったと思っちゃいましたね。でも私は、一番初めのソロって何？もう全然覚えてないよ。覚えてないですよね。全然覚えてない。なんだ？さ、ファイブスターズは一人のラジオだよって言われて、多分初めてですごい嬉しくて、で多分30分番組かなんか で曲を2曲か1曲なんか自分の好きなやつをかけるやったっけな。とりあえずハロープロジェクトじゃない、はい、もうチャンネルみたいな感じだったっけ、なんかこう身内ネタじゃ済まされん感じの、分かる、はい、なんかこうホームじゃない感じの、はい、そう現場って感じで、ブースに一人で永遠と喋らないかんくて、曲が入っても多分20分ぐらい一人喋りをせない感じだと、
で、そう、視聴者のなんかその聞いてくれよ方からのメールが来たとかやったら結構答えやすいけど、はい、そうじゃなくて自分の近況を10分ぐらい語らないかみたいなところがあってやんで、しかもなんかもう若かった今やったらなんかこう思ったことポンポン博多弁で喋ろうみたいな感じは思えるけど、はい、やっぱ当時初めてだったし怖くて、最初はあれな、もう紙にあのコピー用紙あるやん、はい、あれに2枚分ぐらい全部喋ること書いて、すごい、そう、それをなんか一回にこう読みよう風に見えんように、はい、こう自分の喋りっぽい口調で全部それを読んで、ゆっくり読んで、はい、大丈夫ですかね時間みたいな感じでディレクターさんと目配せしながらなんか最初やってたって感じで、もうすごい大変やった、その書くのも、いろいろ学べることが多いですよね。多いよね、責任感も強くなるし、考えることも多いし、なんかやらないかんことも多くなるけど、だけどでもそうやって逃げんやった件こそ好きなものに気づけたり、あ、これはやっぱ苦手なのかっていうのに気づける瞬間やなってね、思うね。これですかね、いきます。初めてグループから離れてソロの仕事が決まった時の気持ち。うーん、気持ち、どうやった？おはがあるだよって言われた時の気持ち、一番自分のもうガッツポーズですよ。そうよ、ね、正直本当に嬉しくて、なんか今までそのグループの何人かとテレビに出演するとか、まあ、ラジオに出演するとかはあったんですけど、本当に一人っていうのも初めてだったし、あとはこう歴代のハロープロジェクトの先輩方も、あのオハガールで出演されていたので、そうなんですよ。だからそういうのとかもいろいろ勉強して、とりあえず事前準備をいっぱいしていこうと思っていろいろ考えて挑んだんですけど、そっか、事前にね。はい、偉いな。あかりちゃんは？私は初めてその今やらせていただいてる、あの60ドライブっていうラジオの番組が決まった時は、3時間の生放送なんですよ。え、毎回？毎週です。そうです。それゲストとか呼んでってこと？そうです。でも一人じゃなくて、芸人さん の斜め45度の土屋隼人さんという方と一緒にこうやらせていただいてるんですけども、でもゲストの方 もうハロープロジェクトとか関係ないそのバンドの方が来てくださったりだとか、あとはお笑い芸人の方がゲストで来てくださったりとか、結構だから初めまして、ほぼ初めましての方が毎週毎週なので、本当に私もあ、こういう方がいらっしゃるんだとか、そういうので事前準備とかはめちゃくちゃしないと、そうよね、いろんなこう引き出し持ってないと怖いなってその時初めて思いましたね。そうだね、はい、勉強になりそう、すごい頭良くなりそうだね。なんかすごい、だからいつも疲れます、終わった後。いや、そうだ、3時間って長っ。そうですね、結構でも始まっちゃったら一瞬って感じはするんですけど、でも最初の時はもう本当に髪が真っ黒になるまでこう書いたりしましたね。それをやってからやっぱアンジュルムでのこう活動でも、あ、ここでこう入っていけばいいんだとかはよく分かるようになってきましたね。やっぱそうよね、はい、すごいな、人間ってね、すごい成長してね。、はい、何やったっけ、仕事が決まった時の気持ちか。そうですね。なんかな、やっぱりやったかな、人数多いし、モーニング娘。とかね、グループって人数多いし、目立ちたがり屋やけん、なんかこうやっぱりこうチャンス、なんかこうモーニング娘。でおるとなんかどうしてもやっぱネガティブな心とかもあるけん、どうせレナなんて見られてないやろなとか、なんか感じる時ない？なんかここで頑張ったって誰も見てないやろなっていう期間とかあるやん。なんかでもそういう時になんかやっぱソロってなると、あ、みんなが多分レナを見るし、知らん人もモーニング娘。の田中レナっていうことを知らん人も見る機会が増えるなってなった時にやっぱ頑張ろうって思って、でも今はこうやって言えるけど、多分10代とかの時はその外部の人の目に触れるから頑張ろうとかも思えてなくて、なんかやっぱそれって年取って思ったっていうか、まあいろいろあるよね、気持ち嬉しいけど、ね、大変なこともあるし、いざやってみたら大変だったってことが結構あるよね。確かにな。じゃあこれで、ソロでの仕事で一番気をつけていること。何回な、礼儀。あ、うん、そうですね。いや、礼儀本当になんか、はい、やっぱハロープロジェクトってすごいなって思った。あのね、はい、やっぱりさ、職種が違うとさ、はい、生きてきたさ、こう環境とかも違うやん、はい、だけどあれ、ハロープロジェクトの時はこういう風に教えられたのにその絵ができてない、なんでみたいなことがいっぱいあると、外部の人とやると、はい、なんかまあ
こう例えばじゃあ挨拶はさ、一人一人目を見て一人一人に言いに行くとかって、はい、ハロープロジェクトってなんか絶対やん、そういうのは、はい、でもなんか舞台とかでは一人一人に行くんじゃなくて一気にしろって教えられたっていう、そんなそういう話をしたことがあって、共演者となんか人数多いって一人一人に行くのも大変やし、はい、なんか時間かかるし、何回挨拶すればいいかわからなくなるけん、一気にまとめて入ったらおはようございますっていうので終わらせろって言われたって言って、教え方が違うんですね。マジかと思って、はい、外部でなんかそうやって一人でいろんなとこ行っていろんな人と仕事するとそういう面も見えてくるけん、はい、なんか自分もそう思われとうかもしれんと思って、自分の目上の人、上の人にこうじゃあ田中玲奈と一緒に仕事しますなって、自分はそのハロープロジェクトでいっぱい学ばせてもらったことを精一杯出すけど、その方からすると全然足りてないかもとかって言ったら、なんかどうやってなんかこう当たり障りないように生きていくかっていうとか、なんかもう全部なんかそういうのをすごい考えながら動くようになった。でもいざ一歩外に出たら、やっぱこうなんか第一印象はやっぱ大事だなっていうのを気づいて、なんかおはようございます一つにしても、なんかおはようございますとかじゃなくて、なんかもうおはようございますみたいな、しっかりこうなんかとりあえず元気だねみたいな感じに思われた方がやっぱなんか一つ得なのかなっていうのが、っていうのを思ってからはちゃんとしっかりこう挨拶とかも一言一言するようになりましたね。一回テレビ局で毎回メイクさんがいらっしゃるじゃないですか、その時に普通にメイクしていただいてて、普通に私は普通にお願いしますって言ったつもりなんですけど、そのメイクさんにやっぱりハロープロの子はすごいねって言われたんですよ。なんか本当にハロープロジェクトの子は礼儀もしっかりしてるし、本当にすごいって言われて、えっと思って、なんかすごい嬉しくて、私今までの先輩方がそうやってやってくださったから私が今そうやって言っていただけたわけだし、なんかそれがすごい嬉しくて、今後もそれはこう引き継いでいきたいというか繋いでいきたいなっていうのを思いました。わかるかも、それも結構言われたことある、ハロプロの子ってすごいねってやっぱ外部の人に言われる、でも嬉しいですよ、そういうのってね、はい、ハロープロジェクトで育てられてよかったってすごい思うよね。じゃあ私引きます。はい、これいきます。ソロ活動についてグループのメンバーの反応は気になる？あー、どうどう？結構応援してくれるんですよ、みんなが、なんか頑張ってるお仕事みたいな、明日でしょあの番組みたいな感じで言ってくれると、なんか頑張ろうみたいな、みんなも応援してくれてるんだって思ってちょっとウキウキしますね。仲良しだ。そうですね、ですね、応援してくれるって感じの、はい、そうですね、それはありますね。オハガールが決まった時も、あの竹内さん含めあのアンジュルム全員が、ね、みんなでいる時ですよね。そうです、発表されたのが、そうです、マネージャーさんが受かりましたってことを言って、たらもう楽屋がブワーってなって、なんかむしろ私以上に喜んでるんじゃないかぐらい、そうなのか、喜んでくださったんで嬉しかったです。なんかいいね、なんかレイナあんまりこう言わんかも、何があるとか、なんか別に知りたくないかなみたいな、興味ないかなみたいな、ライバルなんか、なんかうん、なんかうん、だけど人が何々決まってよとかも興味ないし、なんかすごい冷めた人みたいになったけど、いや自分も言わんし、人のも別になんかどうでもいいって感じかもしれん。でもなんかたまになんかこう、例えばじゃあネットでネットニュースとかになって、あー、はい、あーってなった時は絶対見るけど、そうたまたま目についたら絶対見るようにはする、でも、人のとかは、そうなんですね、確かにいろいろありますね、さまざまです、人によってって感じですね。これは終わってしまったね、はい、気にならんっていう感じになっちゃいました ね、 ね、みんな喜んでくださったんでよかったです、ね、確かにね、はい、じゃあいきます。じゃあこれしますね。じゃん。ソロで仕事をしてみて気づいた自分の一面。一面難しいな、でも私の場合はやっぱ人見知りなんですよ。あ、そうなのか。そうなんです、結構人見知りで、でも普段こうファンの方とかにはそんな風に見えないねって言われるんですけど、その共演者の方がやっぱり大人の方がたくさんなんですよ、周りは、ってなると会話もこう普段の会話から、そうなんですよ、どう入ったらいいかわからないし、マネージャーさんにもすごいこう背中を押されるんですよ、いけいけって、でもいや無理です無理ですって言って結局自分の素に戻ってしまうというか、なのでなんか人見知りな部分は今後も直したいなとは思いますね。あ、じゃあそういう面で、あ、自分って人見知りなんだなって改めて思ったってこと？はい、はい、気づきましたね。逆にこの仕事を始めて、でそういういろんな
ところに行かせていただくようになってから人見知りがなくなりました。へー、なんでなんで、どうやって。なんかやっぱりその前室とかで先にちょっとでもいいから共演者の方と話しなさいってこう言われたんですよ、うん、言われる、言われます。なんかその方がこう番組が始まってから後々楽だよっていう、うん、こうさっき喋った内容をもしかしたらこう振ってくれる可能性もあるしって、うん、楽だよって言われて最初は本当にそれができなかったんですけど、うん、でもやっぱりなんか何でもいいからとりあえず喋っといた方がなんかその方ともこう距離がちょっと縮まるというか、うん、なんかやっぱり一回それができた時にやりやすいなっていうのが思ったので、はい、それから最初の一歩なかなか難しいんですけど、うん、でもとりあえずなんかこの方だったらこの話題いけそうかなっていうのを考えて、うん、みたいな。実は例えば出身地が一緒とかいうだけとかでも、じゃあ事前に調べるってこと。ちょっと共演者の方の情報は一応全部調べてから行きます。うわー、偉ー、はい、でバラエティに行きたい、行きたいって感じ。行きたいですね。あ、じゃあいいね、うん、その心構え、はい、で、ね、でも出身地は結構話題広がります。あ、本当、はい、私埼玉県出身なんですけど、埼玉県の方がいたら、うん、埼玉のどこ出身なんですかとか、あ、まあ、そこから行って、ね、はい、でお家とかがちょっと近かったら、はい、あそこ行ったことありますとか、そしたらあるあるあるみたいになって、はい、そしたら他の共演者の方も何喋ってんのみたいな入ってくるのかくださったりする時もあるの でそれでなんかみんなで最終的にもう全然違う話とかで盛り上がれたりもして、わ、すごいな。それやってたらいつの間にかなんか人と喋るのがなんか昔から好きだったんですけど、でもすっごい人見知りだったんですよ昔は。小さい頃はもうほんとおばあちゃんと二人きりになるのも無理だったぐらい人見知りで、お母さんじゃないと無理みたいな、それぐらい人見知りだったんですよ。治ったのか。はい、すごい治りました。びっくりしました、自分でも。でもこの業界ってね、やっぱ人見知りって多分一番邪魔な存在だなと思って、ね、自分も人見知りやけん、なんかでもそれ治ってはないけど、はい、なんかこうカメラとかがあると全然喋れるわけ。そうなんですよ、ね、今オンってなったら喋れるけど、今多分、はい、はい、オフですって言ったら多分すぐ帰るもん。そのぐらいなんか何を喋っていいかもわからんし、なんか、まあ、2人に関してはなんかこう別に喋りかけられたら困るやろうなっていうのをなんか先になんかそういう風に思ってしまうわけ。なんかレイナがこう先輩に話しかけられたら、まあ嬉しいけどちょっと戸惑うやん、はい、あ、そうですねみたいな、なんかそういう気持ちにさせたくないなみたいな感じで先に帰ろうみたいな、はい、って思ったりとか、だけなんかソロで仕事した時に、ね、自分がこうやったなって気づいたことは、なんかモーニング娘。時代そのグループでやるよときはなんかこうやっぱ毎日毎日忙しくてなんか寝る時間ないですってなったら、なんかこうやっぱどっかしらさ責任感がなんか分散されるじゃないけど、やっぱ人数多い分、はい、おらんでよくないって思ってしまう時もあると、レイナなんかみたいな、はい、でもさ一人になるとレイナなんかじゃなくて田中レイナが必要とされとる時やし、はい、って思うとなんかやっぱりこうやる気もね随分やっぱ変わるわけね、はい、昔忙しいの嫌いやったはずなのになってずっと思っとったけど、すごい忙しくなった時にソロの仕事やったらなんか充実して感じて、それが、うん、忙しいの好きだって初めて思ったと、はい、で暇な時期なんかそれで忙しい時期を終えて暇になった時に、はい、あれなんか生きる意味みたいな、わかるわかる、めっちゃなんかそれぐらいなんか忙しくなりたい自分がおって、うん、あ、レナって仕事が好きだって思ったりした、はい、一人でやってみて。ありますね、うん、でもなんかその全員でのこう仕事がどん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 ってこう重なっているよりかは、一人の仕事がどんどんどんってあった方がなんか気が引き締まるって、うん、なんかそれもわかる、わかる、まあ変えちゃいけないんですけど、言えませんけど、そういう気持ちがあるとよね、なんか、あ、よし頑張ろうみたいな、うん、こうより一層やんなきゃっていう気持ちが多いから、うん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 、だからなんか1日も早く感じるし、わ、うん、かる、そうそういうのはありましたね。なんかメンバーってやっぱりさ自分のこといっぱい知ってくれたわけやけんさ、はい、フォローもしてくれたりするやん、うんうん、でもそういう存在がやっぱおらんっていうのって一番なんかね大きくなるよ ね、 ね、グループの人からソロになるのっていうのはね、はい、確かにな、感じです ね、 ね、ソロの仕事っていいことやっぱいっぱいあるね。ありますね、うん。じゃあこれで、はい、じゃん。ソロで仕事をしてみて反省したこと。あー、反省。スカッパーの番組だったんですけど、野球の番組を、あ、じゃあ見ながらちょっと語ったり、野球が好きなことをこうアピールするってこと。そうですね、うん、でも他にも芸人さんとかがたくさんいらっしゃって、うん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 、でその方々はもう大好きなんですよ、野球が。野球が大好きな方が集まって、うんうんうん、なんかプレゼンをしていくみたいな番組で、やっぱどうしてもこうまず喋らなきゃ
いけないっていうのが大前提であるじゃないですか、うんうん、で自分が思う、こう、これをこのテーマだったらこれくらいのことを言えるっていうのを用意しといても実際1個か2個言えたらいい方ぐらいの感じなので、うん、だからなんかああでもあの時今思ったらあの会話でこう自分もいけたなとか、わかる、あとあそこで入っていけたなとか、はい、あとあの時はああしとけばよかったなとか、うん、あとやっぱ一人でこう出演させていただいてもやっぱアンジュルムっていう名前をこう知ってほしいっていうのがどこかであるので、うん、あもうちょっとアンジュルムの話題もあそこでだったら出せたのかなとか、えらい、そういうのはすごい反省しますね。グループ愛だ、いいですね、そんな例えばじゃあ野球の話で出た時に、はい、野球のことで喋ったり、じゃあ自分の竹内あかりのことを知ってもらおうと思って出る分にはさ、自分がこう入っていけばさ、はい、いいけどさ、ね、そのアンジュルムを広げたいと思った時にさ、はい、野球とアンジュルムをどうつなげるかっていうのは難しいやん。そうなんです、だからそういうのやっぱ難しいよね。なんかだからほんと無理やりいきます。なんか選手がなんか故障しちゃってみたいな、はい、でも、みたいな、なんか仲間がこういろいろ支えてくれて今があるみたいな話になった時に、私もみたいな、アンジュルムなんですけどって、あ、それいいね。そうで、足とかなんかひねっちゃった時に、うん、みたいな、メンバーがこう、いろいろカバーしてくれたりして、うん、やっぱ、あの、仲間っていいなって思いましたみたいな、ね、そういう風に持ってったり、うんうんうん、もう無理やり感はありますけど、うん、なんかそういう感じで、こう、なんかとりあえずこう野球ではなく、アンジュの話に持ってっちゃうとかはよくありますね。なんかテレビってさ、なんか見よって思うけどさ、はい、ちょっとの時間しか出てなくてもそれでハマったりすることってあるやん。そうなんですよね。なんか自分がなんか、あ、この人可愛いと思ったきっかけとかがある人って、なんかそういう本当にちょっとだけテレビに出と時間で、あ、可愛いと思って調べてそこからハマるとかやけん、はい、やっぱテレビとかってなんかこう分数が多くても少なくてもすごい大事じゃねって思った。そうですよね、うん、なんか私もこう自分がこう出て、でいざオンエア日っていうのをちょっと見るんですけど、うん、どこがカットされてたんだろうとか、うん、あ、わかります、ちょっとすごい気になるから、うん、なんか怖いんですけど、でもやっぱ見ないとっていうのがあるので、うん、見たりはするんですけど、うん、で、あ、そこカットされてたんで、やっぱあんま面白く、なんかあんま笑ってなかったもんな、あ、わかるわかるだからやっぱそういうのね、そっかそっか、で難しくない、なんかどこがさ、うん、そういうこう編集する方の心に響くというかさ、本当に難しい。なんか一個レナが思ったのは、なんかラーメンを紹介するなんか企画に出て、はいはいはい、なんで話が来たかというと、多分レナ博多やけん、福岡やけん、多分豚骨ラーメン好きそうみたいな感じかな、はいはい、多分レナラーメン好きですとか言ったことなくて、はい、でも好き、一応好きっちゃけど、はい、なんかこう週に5回は行きますっていう人もおるやん、中には、ね、そんぐらい大好きな、めちゃめちゃ好きそうだけど、なんか、え、レイナでいいのかなって最初思ったと、ラーメン好きな人ってこの世にレイナ以外に多分もっといっぱいおるのになってでもやっぱり話いただけたし、これは頑張るしかないと思って、はい、めっちゃラーメン屋行ったわけ、レイナマネージャーさんと、もう1日に 3,4 軒はしごして、それでなんか事前に聞いて、先方の方にどの辺のなんかラーメンが紹介っていうかこうされますかみたいな、リサーチしてますかってそちらもみたいな感じで聞いてもらって、ここら辺のだけなんかこう、じゃあ秋葉のなんとかとか、うん、そういうの全部聞いて、マネージャーさんとこの辺かなって、ラーメンとりあえず全種鶏白湯スープやったり豚骨やったり醤油やったりとかを全部食べ歩いて、で事前にここの麺はこうこうこうでみたいな覚えて、で行ったわけ収録に。でもドキドキ、みんなガチでラーメン大好きみたいな感じの人たちばっかりで、え、どうしようと思って、でも振られるわけよ、田中さんはここのラーメン行ったことありますか、行ったぜ昨日と思っていや行ったんですけど、実はでもここの麺はみたいな、もう本当に知ってそうな、もう毎回行ってますふうに喋ったら、結構全部使われとったの、それが、すごい。だけどなんか、え、嘘、ありがとうございますと思って、なんか行ってよかったって思った、それはバラエティやった、すごい、すごい、うん、やっぱそれをしてなかったら、うん、何も、そう、言えんや、そうそうそう、ね、写真だけじゃ多分麺のほら硬さとか太さも分からんし、はい、ね、たまにさ、めんどくさくても一回行けるっしょみたいな感じでさ、行ったりすることもあったわけ、はい、全然喋れんもんね、やっぱりね本当にあるよね、やべえって思うよね、うん、やってなんか、あ、行けるだろうな、今日は多分行けるなって思って、ね、行ったら、うん、本当にわかる、ついていけない、わかる、用意しとけよかったってなるよね、あんだけ時間あったのにみたいな、っていうのはありますね、めっちゃわかるわ。じゃあシャッフルします一回、はい、はい、このままでいいですかね、これいきます。今後ソロで挑戦してみたい仕事は、おお、聞きたいなで私はやっぱり、あの、昔からすごいテレビが大好きで、見るの、うん、が元々好きで、でこういざ自分がこう見てた番組とかに出させていただく機会があった時がめちゃめちゃ嬉しくて、
で、まあ、まだそんな経験は少ない方なんですけど、今後もっとたくさんいろんなバラエティ番組とかには出ていきたいなっていうのはすごい思いますね。テレビか、そっかそっか、はい、例えばなんかどういう、別にジャンルはなくていい、もうバラエティやったら全般に好き。そうですね、全部好きですね。もう本当に竹内さんと同じで、あの本当にいろんなバラエティ番組に出たいんですけど、その中でもなんかこう、なんだろう、バラエティに出ると誰しもが通る道っていうか、そういうことを挑戦したくて、例えば虫を食べるとか。え、じゃあ食べたんですよ、私食べたんです以前。すごい方に行ったね。何食べたの？この前はいっぱいセミとかコオロギとか食べたんですけど。セミ？食べました。食べれた？食べました。セミってあのセミ？そうです、あの意外と調理されてると美味しかったんですけど。どんな調理法？なんかチャーハンとか。うわー、一匹そのままボンってボン入ってます。うわー、でも素揚げはさすがにちょっと辛かったんですけど、でもそれも一つの勉強だなと思って。そうかな、勉強。食べんでも出れるよバラエティ。大丈夫大丈夫。なんかそういう道を通ったりとか、なんかこう、なんだろう、ツボ、足ツボマットを歩くとか、痛い痛いみたいな。芸人さんやん。あ、そうなのか、はいはい、え、じゃあ二人ともめっちゃバラエティがもう好きっちゃね。はい、大好きです。あ、そうなのか、はい、で、レナはね、はい、挑戦というよりもやりたいことがあって、なんかやっぱ一番歌が好きで、でまあなんかこう若い子っていうか、その可愛い女の子がみんなでこうワーキャーこうキラキラ踊ったり歌ったりするのが好きで見るのが、はい、それこそモーニング娘。は今も好きやし、はい、アンジュルムもめっちゃマナーモードのさ、はい、PV がすごい好きで見えちゃったけど、カラオケでも歌おっちゃうけど、そうアンジュルムも好きで、なんかそれで女の子が集まって激しいダンスしたり、でも時には可愛い顔してなんかこうイエイってやったりとかするのを見るのがすごい好きで、多分自分がなんかそういうのが好きっちゃろうなと思って、なんかどういう歌でもいっぱいあるやん、こうしっとり歌う自分もおれば、なんかまあバンドとしての自分もおるし、歌って踊る自分もおるし、全部歌やけど、やっぱその中楽しい、全部楽しいけど、その中でも自分が一番心からなんかこうリハとかにもいっぱい取り組んで、みんなに見せたい自信があるけど、みんな見に来てって言えるのが、やっぱ踊りながら歌うことをやったりとかするとね、レイナだけ、なんかこう、まあ、近い将来できたらいいなと思うのはダンサーとかをたくさんつけて、で、まあ、なおかつ生演奏もあって、はい、バイオリンとかトランペットの音とかすごい好きで、それ美しい系の楽器で激しい歌を歌う。かっこいい。でみんなで踊ってもらって、なんか服も結構なんかこう、まあ、キラキラ、本当衣装ですみたいな衣装を着て、なんかこうライブやってトークやってライブやってアンコールみたいな普通の流れではなく、ちゃんとストーリーをこう決めたライブにしたくて、まあ、モーニング娘。とかね、結構そういう風に、まあ、ストーリーはなんとなくあったりとかはした、ライブはしたけど、でも結構基本さ、まあ、歌って MC してアンコールしてやん。そうじゃなくて、なんかもう一つのショーとして作品として作りたくて、っていうのがちょっとなんかやりたいなと思ったり、そんなことっていっぱいあるかもね。アニメもなんかすごい好きでね、はい、アニメの主題歌とかもすごい歌いたくて。あ、いい曲が多くない？アニメ。いや、多いですよ、本当に。そう、なんかそういうジャンルがすごい好きで、そういうのもやりたいなと思うし、なんかそんなことってやりたいことめっちゃいっぱいある。確かに。これで、ソロで仕事をする上で相談した人。わ、人相談した人おる？私の場合はオハガールの先輩の生田絵里奈さんとか井上玲ちゃんとかに相談したんですけど、相談っていうよりこう、こういうことがあったっていうお話を聞いたりたくさんしていて、その時にすごいなんか生田さんが、あのこのイベントに出演した時はこういうことがあってとか、なんかなんだろうな、こういう失敗があってとか、いろいろ失敗談を教えてくださると、その時の対応の仕方がわかるじゃないですか。そういうことがすごいなんか相談して、あ、よかったなって思うことがありましたね。私はその番組とか出た時に、こう、うわ、あそこなんか失敗したなとかで、でもどうしたらいいの、改善点が分かんない時があって、で、まあ、あのスタッフの方に相談する時もあるし、あと一回上場軍団の爽やか五郎さんに相談したことありました、そしたらもう長文の LINE が返ってきて、なんて相談したと。なんか私はそのオーディションとか、そのバラエティ番組のオーディションとか行った時も、オーディションってめちゃめちゃ空気が怖いんですよ。なんか急に、はい、あ、じゃあ面白い話してください、みたいなこと
言われるんですよ。え、待ってね、バラエティのオーディションって何？なんか出るためのオーディションってこと？そうです、バラエティ番組出されて。そんなのあると？そうです、スタッフさんがもうブワーっていっぱいいるんですよ。で、私そういうバラエティのオーディション行くのが初めてだったんですよ、うん、なのに一番だったんですよ、何をするにも。で、あの右の方からお願いしますって言って、それが私で、え、待って、どうやってやったらいいんだろうと思って、うん、普通面白いこと言ってって言われてお願いしますって。そうです、じゃあ最近あった面白いことをお願いします。で、普通にやだ、無理、本当に怖くて。でも言わないとダメじゃないですか、うん、でもう頭フル回転、一応アンケートとかあったのでアンケート答えて、そのアンケートも、まあ、多少は覚えていったんですけど、そんなこと聞かれると思ってなかったから、うん、そこまで明確には覚えてなくて、でも あれ書いてよなって、それを言おうと思ってとりあえず言ったんですよ、うん、で、なんかなんかどうのこうので、あれが私は面白かったです、シーンやばいね、うん、その時にもうズタボロになって心が、うん、なるよ。でもさやか五郎さんにも連絡して、もう無理です、もう無理ですみたいな、オーディションって何やればいいんですかみたいなこと初めて聞いたらみたいな、ね、なんか今までじゃあ普通のオーディションとかどうやってたのって言われて、うん、なんかいや普通にみたいな、なんか特になんか自分受かると思ってないオーディションの方が今まで受かってきたんで分かんないですみたいな言ったら、でそれがいいんじゃないみたいな、あんまりこうガチガチにこう行き過ぎて全部作り込んでますっていうのが多分違うんだよ、たけちゃんはみたいな、うん、って言われて、素の方がこう素を見せた方がいいんじゃないって、だからリラックスしていくのが一番だよってこういうふうに、そういう感じの答えをもらったんですよ。でそれからもうなんかそういう対大人の方とこうなんかあの打ち合わせとかある時ももう何にも考えずにもう一人よろしくお願いしますみたいな、もうラフな感じで行こうっていう風になってから、こうちょいちょいちょっと、あ、じゃあ今度この番組お願いしますとか言っていただけるようになったので、その言葉はちょっと嬉しかったですね。あってよかったなって思いました。すごいためになったってことだ、じゃあ爽やか五郎さんの分が。そうですね、それは嬉しかったですね。仕事をする上で相談した人で、あんま他人に相談せんわけね。なんか他人を信じれんくて、かっこよくないよ全然。いや、かっこいい。なんかね、なんかこう意味わからん、なんかこう変、多分変なプライドがあって、人に弱いところを見せたくないみたいなのがやっぱりずっとあって、なんかもう若い頃とか、もうモーニング娘。の時がもうずっとそうかな。そうだけど23ぐらいまでもずっと絶対弱音を吐かんとか思っとったけん、だけどもう親とか友達、それこそ友達に言ったり、相談じゃなくてこう聞いてもらうだけ、もう、結果多分自分で見つけないかんし、その友達に相談っていうかこう話した時の返答でなんかいい答えがあったらそれ使おうとか、なんかそういう感じできたけん、なんかこういうことがあって、あ、この人に、このジャンルはこの人に聞いてみようとかやったことないかもな。でもつんくさんに相談したことあるかも。でもその中でソロではないけど、まあ、歌のこととかでは、うん、つんくさんには唯一したかなぐらいで、うん、あんませんかも俺の。じゃあ弾きます、はい、ソロでの自分とグループでの自分の違い感じれる？感じれる？でも感じますね、これは、うん、あ、聞かせて。私は結構そのグループの時はなんかもう後輩が多いので、なんかまあ結構ふざけたりはもちろんするんですけど、まあ時にはこうしっかりしなきゃとか、なんかあのこう周りを見なきゃいけないことが結構多くて、こうソロってなったらそのなんかそういうことではないじゃないですか。なんか自分がやっとこう目立てる場所ができたっていう風に、もう誰の目も気にせず自分がこう行ってやるみたいな、ここでなら一番取れるかもしれないっていうことが分かった時に弾けちゃおうみたいな。そうですね、なんかそういう違いはありますね。なるほどね、はい、先輩になった件こそ思うことだ ね、はい、うん、どう？私は特にアンジュルムだとすごいなんか皆さんスタイリッシュというか、すごいもうスタイルがいいんですよ、とにかく。わかる。そうですよね、うん、やっぱりもうどうしても、そうなんですよ、もう生まれ持ったものは変えられないなって思うことがわかるよ。そう、結構アンジュルムで一番身長も低いんですけど、なんかそうね、そういうのがすごい踊りとかだと、こう自分でも、あ、ちょっと見栄えが悪くなってしまうなって思うことがあったんですよ。でもあのソロのお仕事とかだと、それぞれの個性がこう
いるというか、個性がぶつかり合ってるじゃないですか、うん、だからそれが自分の一つの強みになるのかなっていう風に今は捉えて、うん、あの挑んでるんですけど、うん、やっぱりグループってなるとちょっと足伸びたいなって、ね、わかるよ、足長くなりたいなって、ね、それ共通点じゃない、ここちっちゃいっていう、確かに、ね、アーシャとかさ、はい、一列とかやめてほしいよね、マジで本当に。しかも隣がめちゃめちゃ背でかい子だと、なんでなんで、悪しか感じられない、絶対和田彩香ちゃんの横には並べてない、嫌ですもん、本当に嫌ですもん。じゃあレイナも喋るね、最後手っ取り早く、手っ取り早く喋るわ。レイナはね、グループでの違いっていうのは、なんかグループにおるときに、それこそさっきね言ったけど、はいはい、あのやっぱ先輩っていう立場がもうね、この年になるともうずっと先輩やけん、なんかこう甘えられん、 あとなんか結構基本なんかこう発言することとかがなんかこうおかしいっていうのは友達とかにも言われるっちゃけど、うん、なんか変みたいな、でもそれが面白いねみたいな、うん、でもそれを出さんようにせんと後輩って突っ込まんしだけん、なんかこう突っ込む人がおったりしてくれるときは素でこう行くってけど、うん、もうグループの後輩とおるときはもう一切なんかもう専用にする、でなんかどうどうって聞いて回って、うんうんうん、あそうやね、レナもそう思うよって言って、だけどあんまり自分の意見があの 100% 喋れる環境ではないグループは。でもそれの分ソロになってからは芸人さんと絡む時とかはもう 100% のレナを出したら、うん、いやいやヤンキーやーみたいな感じで突っ込んでくれたり、ほらお構いなく突っ込んでくれるけんさ、そうですね、そうそう、なんか気遣いながらも面白おかしくやってくれる人と一緒に仕事する時ってやっぱソロの方が多いやん、うん、でそういう時なんかいっぱい甘えられるし、なんか楽だなって思う、うん、それは分かります。最後の週はですね、あのハロープロジェクトが20周年ということで、うん、ハロープロジェクトにちなんだお題を弾いていきたいなと思いますので、うん、はい、早速弾きます。私これ弾きます。じゃん、ハロープロジェクトに入って学んだこと、うん、ですね、うん、そうだな、私は初めてこうハロープロジェクト、あの研修生ハロープレックに加入したのが小学4年生の終わりとか5年生ぐらいだったので、うんうん、10歳とかだったんですよ、うんうん、本当に礼儀とかも何も知らない状態でこう入ってきたので、なんかやっぱ一番最初に学んだのはやっぱり挨拶と返事と、うんうん、あとはなんかあのすごい当たり前なんですけど、あのコンコン入っても大丈夫ですかっていうの、あ、分かる、扉を開ける時のやつとかはすごいなんか小さい頃に学んどいてよかったなとも思いますし、あとはそのエッグの頃はあのなんだっけな、そのエッグみんなでやるこうライブみたいなのがあったんですけど、その時にその自分のこう曲、まずセットリストが渡されて誰が何の曲をやるかとか書いてあるんですけど、その曲をまあ当たり前なんですけど覚えていかなきゃもう外されるみたいな、外されるっていうのが当たり前だったんですよ。もうだからできなかったら、じゃあもうはいあなたこの曲あのやらなくていいです、そうです帰ってくださいみたいな感じだったので、だからそれでもうずっと全曲からその個人で歌わせていただく曲まで全部覚えてって、そのリハーサルの初日までに完璧に覚えてって、でそれではいじゃあ見せてくださいって言ってこういざ踊って、でまあできたら大丈夫、できなかったら残念っていう感じだったの でそれはやっぱ今でもこうやっぱハロープロジェクトのライブとかでもこう あの時やっといてよかったなって思う部分が結構あって、やっぱあの初日とかに覚えていくとやっぱその後もこう位置だけ覚えれば OK とか、あ、そうかそうか、そういうのがあるので、うん、あとはなんか当時そう言ってめちゃめちゃ記憶を頑張って覚えてたから記憶力だけは良くなったなっていうのはありますね。確かに、はい、全部言われたなですね、私も今全部言われましたね、全部言われたね今ね、考えないこと全部言っとる、確かにあるなでもなんか大体そうですよね、ハロープロジェクトで学ぶことっていうのは、そうだね、喋れんってなんかあるかな。私も本当に同じで、うん、ハロプロ研修生で小学5年生に入ったんですけど、うん、その時になんか初めこう物資料をあのマネージャーさんにお渡しする時に一回お願いしますって言って渡したんですよ、うん、その時になんか受け取ってもらえなかったんですね。え、なんで？でも私はなんでか分かんなかったんですよ。で先輩にもこの資料間違えてますかって何回も聞いて、いやこれで合ってるよって言われて何回ももう3回ぐらい出しに行ったんですよ。でやっとその分かったのが両手で渡してなかったんですよ、そのものを。あーなるほど、片手でこう渡してしまって、うん、それで受け取ってもらえなかったんですよ。あ、私もあのこういうのだったらなんかあの田中さんがこうマネージャーさんだとするじゃないですか、はい、そしたらお願いしますってこう渡しちゃったんですよ。
したら、それじゃあ受け取れませんって言われて、何どうするとじゃあこうやって相手の方に字を向けて、症状やん、そうじゃ本当にそうなんですよ、症状みたいな感じで渡さないと受け取ってもらえなかった、じゃあそれさ、ハロプロエッグ研修生が多分教えられることだね、はいはい、トレーナーのモーニング娘。の最初はそれ教えられてないや、症状は本当ですか、うん、症状教えられてないけどそうって今学んだレナも、そうしよう、そういう細かいことまで結構小さい頃から教えられてたので、うんはい、確かに、それはもうなんか今大人になってからやっと、うん、ああ本当良かったなと思いました、うん、めっちゃ細かいこと今思い出したけど言っていい、はい、書き物多いやんハロープロジェクトって、はい、そうですね、じゃあ田中レナ様この書き物お願いしますって来た時に、はい、昔だったら普通にあーはーいって感じで書くけど、様を消すっていうのを途中で、そう、様なんか消し、はい、なんか、ね、消さないといけないんですよね、なんか、なんて言うんだろう、消しなさいよとは言われてないんだけど、はい、なんか途中でなんか消した方が相手になんかこういい感じみたいな感じで聞いて、いい感じって言われてないけど、なんかそういうのがあるんですよね、ね、説明はできんじゃけど、なんか自分に様がついた時は消すみたいな、そう、あとはなんかアンケートとかでも一番最後になんかよろしくお願いしますを、うん、付け足すとか、ね、そう、でも外部の人に言われるのはよろしくお願いいたしますにするようにした、あ、内部 のスタッフさんとかに言うときはしますやけど、うん、外部の人にはいたしますにした方がなんかできる人っぽいかなとか一個上ですよね難しいよね、もうそんなん言ったらさ、でもまあ礼儀と か、はい、なんかそういうのは本当にハロープロジェクトに入ってさ、はい、入った人ってさ、みんなこれ良かったって言うよね、本当に良かったと思います、ね、学校だね、はい、学校ですね、最も思い出深いハロープロジェクトの楽曲、うん、これはだけ自分のグループじゃない人の曲を言った方がいいのかな、そうですね、うん、私はモーニング娘さんの愛あらば It's Alright が、うん、なんで初めて私ハロープロエッグオーディションを受けたのが小学校1年生の時だったんですよ、そうですね、その時は落ちたんですけど、そうだった私3回ぐらい落ちてるんですよハロープロエッグ、そうです、そうだ、はい、何回か4回ぐらいで受かったんですけど、うん、それの一番最初にこう受けた時の課題曲がそれで、うんうん、うわー小一か、そうなんですよ、入って 2,3 曲目やもんな、アイアラバ、そうですよ ね、うん、うわ、でそれででも漢字とかも6歳とかだったので、うん、小一だし分かんないから、読めんよね、そうです、英語も読めなくて、うん、だからお母さんが全部ひらがなでパソコンで歌詞打ってくれて、でそれをもう学校から帰ってきたらもう毎日歌って練習してみたいな、え、かわいい、なんか泣ける想像しただけでなんかっていうのをずっとやってて、でそれが私にとって一番最初のそのオーディションとか、うん、そういうなんか新たにどっかに行く場所だったので、あ、なるほど、この曲はすごい思い出深いですね、うわすごいな、すごい、確かにな、思い出深いわその曲は、私はジュースジュースさん の、うん、あの私が言う前に抱きしめなきゃねって曲で、うんうんうん、この曲もあのモーニング娘さんの12期メンバーのオーディションだったんですよ、でそれに受けてハロプロ研修生に入ったんですけど、うん、そのダンス課題曲がその曲で、その時にあの結果的に研修生に入ったんですけど、その研修生に入った同期と初めてパフォーマンスしたのがその曲だったんですよ、でその時にその研修生 あのイベントにちょうどジュースジュースさんも出演されていて、私たちが踊ってるやつをこう横でジュースさんがこう見てるんですよ、でこれを失敗できないと思ってでも多分あのジュースジュースさんはあのこう見守るように見てくださってたんですけど、私はすごいもう圧を感じてしまったんですよね全然踊れなかったんですよ、実際にもうなんか練習の方ができてない、できてたのになとか思うことも多かったんですけど、なんかそういうのがあったから、すごいなんか今ちゃんとこうダンスを覚えていったりとかもできてるんで、すごいなんかその曲で変わりました、あーそうなのか、わーちゃんとエピソードあるやん2人何かな思い出深いって言ったらめっちゃあるよ、しかも自分がおらんやつやろ、じゃあアンジュルムの次々続々はすごいレナの中ですごい好きな曲で、なんか、まあ、曲がすごい好きでね、でなんとかして自分で一人で歌いたいと思って、最初は普通に好きでカラオケで歌い始めたっちゃけど、あの掛け声とさ、あの次々続々の人とウォーウォーってかぶるやん、はいはい、これどう表そうと思ってね、うん、まずでも一人やし一人でやるかと思って、最初一人でこう歌えたと、はい、でカラオケってさ座って歌えるけど別に普通に歌えるわけ、ウォーとか言って、
でこうある日この歌って歌えたらすごいのかって思えたのが、友達の前で歌った時に、ね、どこで息してんのって言われて、いやだからモの前やろみたいなモの前にちょっと息するよみたいな、えらいだったら普通にこう歌よったことやけど、はいはい、それ友達の意見で、あすごいすごいって思われる曲なのかこれって、はい、って思って、で、まあ、じゃあ踊りながら歌ってみようっていう感じで、結構なんか何回も結構イベントでやるの歌いよったけど、あれはすごい好きで、で結果なんか最後の方めっちゃガチで踊りながら歌ってみたわけ。そう、その時はさすがにどこで息しようマジでって思ったけどあの曲はなんか自分にとってもなんかそうやってこう卒業してから歌ったけんさ、ファンの方にレイナってすごいってこうまたなんか言ってもらえる機会やった曲。でアンジュルムの曲マジで好きだよね。大器晩成も超好きなわけね。ありがとうございます嬉しい。そうだけどもう絶対ちゃんと毎回聴こうと思って新曲ちゃんと聴くけん、ありがとうございますじゃあ私行きます。はい。自分にとってハロープロジェクトとは。難しい。難しいですね。難しいよ。で私は10代すべてをハロープロジェクトで過ごしたので。そうか。それをやったらハロープロジェクトとは10代にすればいい。そうですね。10代10歳で入って、うん、でも今20歳になっちゃったので、そっかそっか、もうまんまずっとやってたので。あーそっか。本当人生って言ったら人生ですね。その心ついた頃にはもういたので、ハロープロジェクト、まあ、研修生ではあったんですけど、だからまあ人生って言っちゃ人生ですね。どうしようかな。人生を細かくまとめるとでだって今ハロープロジェクトじゃないやん今。あーそっか。だけど2個の人生、3個の人生か、入る前の人生、入ってからの人生、抜けてからの人生って全部違くて、すごい。でも全部こう体験してるってすごいですよね。確かに辛いこととか大変なこともいっぱいあったけど、なんかやっぱ入ってよかったなって一番思えることで、でなんかこう抜けたことに関して後悔しとうととかたまに聞かれることとかもあって、やっぱモーニング娘。とか、でもそれ全然なくて、なんかやっぱ抜けてからも楽しい人生ってあるっちゃねってすごい思ったし、もうハロープロジェクトにおったら見られん世界がいっぱいあって、やっぱりあとなんかつながる人脈も変わってくるし、っていうのでなんか楽しいこといっぱい待っとうよってハロープロジェクトの子に教えてあげたいぐらいの、っていう感じやけん、なんて言ったんじゃない、聞こえ悪くなりたくないけど、だけ通過点でもないけど、わかる、でも言葉がないですよね。通過点の最上級、通過点じゃない、でも通過点ではない、なんだろうにする、ハロープロジェクトはなんだろうでもなんかこう卒業なさってる先輩方とか見ても、なんかそういう感じなんだろうなっていうのは伝わります、すごい、なんかあのこうハロープロジェクトに入って、まあ、いろんなことをこう学ぶじゃないですか、でその後もやっぱそこで学んだことをなんか生かしてやってる方もいたり、あとはなんかそういうここでなんかやりたいことを見つけて、違うこう道に進んでる方もいたりとかで、だからなんかすごい場所なんだろうなっていうのわけよ。でもそれをなんか一つの言葉にするのがなんか難しいなっていう。でももう一つの学校かなって私は思ってて。そうなんですよ。そうです今学生なので。でもなんか普段のその学校生活を送ってると、周りの友達ではこう週末にライブって絶対ないし、そうだね、レッスンもテレビ出演もないじゃないですか。でもそれを今できてるっていうのがすごく嬉しいし、なんか本当になんだろう、なんか夢の世界に入り込みましたみたいな。確かにですね。絶対に経験できないことがたくさんできる場所です。じゃあ夢の国にしようよ。あ、そうですね、夢の国です。ハロープロジェクトとは夢の国にしよう。夢の国です、うん、そうですね、決まった、決まりました。なんかメルヘンでいい感じ可愛い可愛い。はい、2018年はですね、ハロープロジェクトが20周年ということで、まあ、あの私たちももっともっと活躍できるように、はい、まあ、きっと他の現場とかでもまたお会いする機会があると思うので、その時はぜひよろしくお願いします。お願いします。